はい、皆さんこちら、吉野りまさです。いつも YouTube、Facebook などいろいろ見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介するのはこちらでございます。ババン、モスバーガーの M。はい。モスバーガーのですね、こんなのあったんですね。とびっきり、ハンバーグサンドのとびっきりプレーン。ロッテリアじゃないですけど、ちょっとデカめのパティですよ、みたいなね。安いことあります。金額の方が370円ですね。結構しますね。ババン。あ、これチーズかと思った。チーズ頼んでねえぞと思ったら、マスタードですね。また辛いのかしらね。はみ出てます。でもうまそうです。いただきます。うん。全然違うね。最近ある、なんていうんでしょうかね、ハンバーガーもどきみたいなの食べましてですね、動画撮ったんですけど、あまりにもあまりにもだったんで、削除しました。これ多分初めてじゃないかな、レビューした商品、アップロードする前に削除みたいな。ちょっとあまりにもだったんでね、コメントも難しくてですね、ちょっとやめたなと思って。まあ、それと比べたら全然もちろんあれなんですけど、もう全然違うで、パティが。で、オニオンが刻んであって、そして、ちょっとね、醤油ベースですかね、ソースがかかっていて、そして下はマスタードが結構たっぷりめにかかってますね。うん。シャクシャクしてるし。作り置きしないこと、そしてメイクトゥーオーダーにこだわって、早何十年。やはり、モスバーガーは、うまい。はい、ということで、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたの、モスバーガーのこんなのあったんだねシリーズ、そんなシリーズないですけど、ちょっと僕はそう思ったわけなんですけども、そうなんだっけ。レシートに書いてあるのが違うんですよね。はい、どっか行っちゃった。そうですね、ハンバーグサンドのですね、とびっきりプレーン370円でございました。これのチーズバージョンもございます。ありがとうございました。